僕の脳内ラジオ、はい、ということで今週もラジオやっていきたいと思います。まあね、うん12連勤終わりました。これ撮ってるのがまあ土曜日なんですけど、まあ僕今週先週と12連勤やったんで、まあその様子とかをねちょっともう一個の YouTube で、投稿してたりするんですけど、いやさすがに疲れましたね。でまあ12連勤の中日ぐらいでね24時間勤務の日もあって、本当にその日はね僕普段なかなかね眠たくならないですし、まあそんなにね寝るのも好きじゃないんで元気に起きてるんですけど、もう帰ってきて気絶するように寝ましたね。ほんまに気絶して、でまあ次の日は会社ゆっくりやったんで昼まで気絶してからね会社行ったんですけどいや本当に頑張りましたということでね、皆さんもお疲れ様ですということで、早速本日のトークテーマいきたいと思います。本日のトークテーマは人の内面ってわからない、どうもねあかです。はい、ということで、まあ、ネアカっていうのはね、根っから明るいの略で、まあ、ネクラと言われる根っから暗いの、まあ、対義語とさせていただいてるんですけど、まあ、僕本当にね、ネアカで、僕本当に明るいんですよ。その内面がね。で、内面がすごく明るくて、まあ、落ち込むことも一切ないですし、本当にいつも元気で明るくね、過ごさせてもらってるんですけど、まあその友達とかね、深い友達とか、なんならまあこの YouTube ではどこまでそれが出てるかわからんけど、まあ僕のことを知ってくれてる人ならね、まあ根っから明るいんやな、こいつってことはだんだん分かってくると思うんですけど、結構僕側はというかね、内面は根っから明るいんですけど、なんて言うんでしょうね、外見に出てる側はそんなに明るくない人間なんで、例えば職場とかでもあんまり喋らないですし、なんか僕多分ちょっと珍しいんかな、なんか見た目とか、まあ見た目は微妙やけど、その側で捉えてください。側は結構明るくなくて変なやつなんですけど、根っこの部分はめっちゃ明るくて、でまあそれで言うと本当にまあ土日とかね、基本的に会社休みの日はまあ家でこもりたいんですけど、まあそのこもってる時というか、まあこもってる時はまあその YouTube とかね、いろんな勉強したりとかしてるんで、まあ土日こもりたいんですけど、こもってる時に誰かに今から遊ぼうよって誘われたりしたら、基本的にはすぐ行けるタイプというか、誘われたら結構すぐ行けるタイプなんですよね。その予定とかがない限りは遊びたいですしっていうのあって、けどね、めっちゃ会社とかで明るくても土日は絶対会社の人と会いたくないみたいな人もいるじゃないですか。まあまあ土日会社の人と会いたくないけどねまあそういう面でもね、僕本当に根っから明るいタイプなんですよ。で大学時代もまあその友達とかと話してて、僕がまあその時はそこまで深くない友達がいたんですけど、まあそこから仲良くなっていって、初めてなんか深い話を3人ぐらいでするって時に、まあそういう深い話になって、でなんかそういうメンタルの話とかにもなってきた時に、僕本当に明るくて、メンタルがでポジティブですし、今まで人生で死にたいと思ったことなんか一度もなかったんですけど、その残りの2人の友達がほんまに死にたいと思ったこと何回もあるって言ってて、それがなんか僕の中で衝撃で、うん、なんか明るい感じで普段いる人もそんな感じで思うことあるんやっていうのが、やっぱその時もね、人の内面ってほんまにわからんなって思って、でまあね、だから僕も傍から見たらね、根っこがほんまに明るいやつっていうのもなかなかわからんねやろなって思って、まあそれが非常にね面白かったって言ったらあれですけど、まあそれはね、まあもしかしたらお前がねそこまで死にたいと思うほどの苦労とかなんか悩みを抱えたことないって言われたらね、そうかもしれないんですけど、うん、どうなんやろな。いや僕まあね、仮にも浪人とかもね1年ぐらいしてますし、まあ、結構いろんな経験を割としてる方ではあると思うんで、まあそういう期間もね、死にたいと思ったことは一度もなかったですし、悩んだことも、うん、まあ悩むって言わないって昔のラジオでも言ったことあるんで、まあ深く考えることはありますけど、悩むっていうその深く考えることを悩んでると捉えたことがないので、
まあ、そこまでね暗くならないんですよね。だから、人って本当に難しいなっていうのがあって、でこの前職場でもね、まあ、その24時間勤務中の話なんですけど、まあ、そのずっとねさすがに24時間働いてるわけじゃなくて、まあ、ちょっと暇な時間とかもあったりして、で、まあ、寝たらいいんですけど、もうなんか頭もハイになってておかしくなってるんで、まあ、先輩たちと、まあ、3人ぐらいで喋ってて、で、まあ、そのうちのね一人の先輩が本当に職場で一番喋るというか、なんかすごい人懐っこい感じの人で、すごい盛り上げてる感じなんですけど、でもう一人の人は結構人見知りであんまり喋らないみたいな人で、でその人見知りであんまり喋らない人は結構もうそのまんまというか、内面もあんまりその家から出たくないし、でその人もね前友達と飲み行った時に深い話して、なんかいつ死んでもいいかみたいな、いつ死ん今死ぬか何やったっけ、何やったっけな、そのいつ死んでもいいかみたいな話で、その人はまあそのいつ死んでもいいみたいなを言ってて、でそれに対してそのめっちゃ会社で盛り上げてる先輩もなんかそんなに長生きしたくないみたいな、でその時に僕本当に一生生きたいんですよねまあめっちゃ小学生みたいやけど、まあそれでね、まあ先輩にその後もね、じゃあ体とか悪くなっても一生生きたいっていうことみたいな、お年寄りになってもみたいに言われて、まあ確かにそれはちょっと難しいですけどみたいになったんですけど、僕死にたくないというか、まだまだねやり残してることいっぱいあるんで一生生きたいと思ってて、その時点で結構ねその先輩たちとの差が生まれてて、でもう面白かったのが、そのめちゃめちゃ明るい先輩が話聞いていったらどんどん暗くて、でなんかもうその土日も家から出ないって言ってましたし、なんかその会いたくないし会社の人とで家で一人でお酒飲んでみたいな、いやそのギャップがすごすぎて、いややっぱ人の内面ってわからんなっていう、僕と本当に真逆で、まあその時も言ったんですけど、僕は本当側はねあんまり明るくないのに、明るくなくて変な人やのに、本当に心は超ポジティブ超明るい人間なんですけど、その人はあのもう本当に側はねそんな感じなんですよ。めっちゃ明るく誰とでも喋るみたいな感じなのに、根っこは暗いんやなっていうそれがね非常に面白くて、やっぱ人ってほんまにそれぞれ全然違うなっていう、やっぱり多分本当に側も明るくて内面もめっちゃ明るい人とかもいるじゃないですか。例えば芸能人の方でも中にはいると思うんですけど、まあ分からんけどねそれも結局、けどまあ中にはね本当に側も明るくて内面も明るいっていう人もいるでしょうし、で反対に側もねあんまり明るくなくて、で内面もねちょっと暗いみたいな人もいるでしょうし、だからこれって本当に分からんからこそね、人をあんまりこっちで判断するのって、その浅い段階の時にね関係が、その段階でちょっとこっちで判断してしまって人間関係立つというのはね結構もったいないなって思ってて、ナンセンスだなって思ってて、やっぱりいろんな人とね関わることが僕は好きなんですけど、結構なんかあんまり、まあこれ言ったらなんか友達減りそうですけど、なんか僕あんまり、あーちょっと言い方に語弊が生まれるな僕あんまり同じ人とずっと遊ぶの好きじゃないというか、まあほんまに深い大切な人たちやったらね、それこそ何十年、まあ何十年も生きてないか、まだ二十何歳で、まあその十何年間ずっと一緒に遊んでるみたいな、ずっと今でも会うみたいな人いますけど、結構なんて言うんでしょうね、変わる変わるしていくというか、まあその住んでる場所が変わる変わるしていくっていうのにも伴ってると思うんですけど、意外と会わなくなっていく人多くて、でまあ別に遊びたくないわけではないんですけど、まあもうその人のと結構遊んで、まあ語弊生まれるなどうしてもまあいいか、まあその人たちともうだいぶ遊んで、その人たちのいろんなものを触れて、でそれでもあ
ここまでというか、これから先これ以上ずっと会っていく必要がないなって思うと誘わなくなるというか、まあそれでも寝垢なんで誘われたら行くんですけど、誘わなくなるんで全然会わなくなったりとかするんですよね。でそういう時僕はむしろその新しく今出会ってるまだ関係がそこまで深くない人と話してる方がいろんな発見があって楽しいんで、まあそういうのをね優先しちゃってね、でまあそういうのをしている結果ね、どんどんね地元とかではね会う友達少なくなってるんですけどまあけどね、そういう考え方も一つあるのかなって思ってて、やっぱりその狭い交友関係でね、まあその否定するわけではないですけど、まあ例えばそっちにはそっちの多分良さがあると思うんですよ。狭い交友関係でまあずっと仲良くしてるから、まあ、いざとなった時にめっちゃ団結力あるみたいなのはもしかしたらあるかもしれないですけど、僕はあんまり狭い交友関係に縛られたくないタイプで、まあそれこそね中学生の時とかも、うん、なんかあんまりずっと同じ人といるって感じではなくて、僕登下校も結構、まあそれは僕の悪い癖なんですけど、なんか義務教育の間はというか、まあ仕事とかは遅刻しないですけど、その義務教育とかはね遅刻してもいいと思ってたのでなんかね、そのあんまり行く必要がないというか、別に遅刻しても良くない、別に変わらんくないと思ってたんで結構遅刻しちゃって出て、だからあんまり登下校友達と一緒に行くみたいなのがなかったんで、そのなんか道端にいるって言ったら変ですけど、まあ登下校してる人に話しかけていろんな人と会えるみたいなこともやってたんで、なんかそれがね昔から好きなんですよね。だからこれからもね、なんかまとめ方が12分になってるから変な中途半端なところでまとめようとしてるけど、どうやってまとめたらいいんやこれ。まあ、だからね、これからもなんかそういう、ね、出会いを大切にしていろんな人と絡んでいきたいですから、まあ、そういうね第一印象みたいな、その人の内面をね勝手に判断して語ったり避けたりするのは良くないなっていう、僕だからね、なんて言うんでしょう、暗くてもその人が、その関わった人が暗くても正直その人を明るくさせるぐらいの自信あるぐらい明るいですよ僕内面自分で言うのもあれやけど、実際ちょっとね、あの大学時代の友達でももともとめっちゃね落ち込んでたけど僕と会ってポジティブになれたっていう子もいたりとか、なんかこの僕もう一個のラジオアプリでもね一時ラジオやってたんですけど、そっちで出会った子でもねめちゃめちゃ暗かったのにどんどん僕と関わってなんか前向きになってくれた子とかもいて、それぐらい明るいですよっていうねだから、うん、僕のラジオ聞いて明るくなることはないのかなないかも、まあ、明るいのが一概にいいと思う別にないですけど、まあなんか明るくなりたいって人はね僕に絡んでくれたらね、あの明るくなれると思うんで、もうマジで明るいんで僕僕だってあの MBTI みたいな診断あるじゃないですか、なんか EFNJ とかそういう診断、主人公タイプみたいな、僕しっかり主人公タイプですし、なんか2回やったんですよ、なんかああいうのってしばらくやったら変わってるみたいなのもあるって聞いたんで、2回目やってもしっかり主人公で、でつい1ヶ月前ぐらいね、半年ぐらい置いてまた3回目やったんですけど、やっぱり主人公やったんでめちゃめちゃ明るいんで、それぐらい、うん、主人公な僕にねいろいろ話していただいた皆さんにもね明るさをねお裾分けお裾分けできると思うんでぜひねあのコメントとかでも絡んでやってください。はい、ということでね、あのここまで今日も長い間聞いてくださってありがとうございます。まあ、チャンネル登録もねできたらしてほしいですけど、まあ、高評価の方がね嬉しいかな、なんか聞いてくれてる人が喜んでくれたんやっていうのが分かれば嬉しいんで高評価よろしくお願いいたします。でではないかもということでね、今週もありがとうございました。また、毎週ラジオ続けていきますんで次回お会いいたしましょう。バイチャー。 Make money people inside
People inside in the sky make money. People inside, people inside in the sky. チャンネル登録お願いします。